某マリオのゲームでさ、無敵スターってあるじゃないですか。おう、それがどうしたんよ。あれさ、モンハンでも再現できないかな。バカなの？いや、バカなの？2回言う必要ないよね。だってモンハンはダメージを無効にする手段はないじゃん。一体何を補足かと思ったら、そんなアホらしい妄想に付き合っている暇はないよ。ふ、それはどうかな？このスキルを見ても、まだそんなことが言えるのかい？いや無理でしょ。5以下のダメージを無効にするって、これ小型モンスでも発動しないやつじゃん。え、ちなみにこれ何に対して使うの？ G級は松のダイソン。ダイソンは変わらない吸引力で、多段攻撃の判定があるでしょ？だからこのスキルを使って、あの竜巻をノーリアクションかつ、ノーダメージで、今、何かしたか？って言えたなら無敵の再現ができたことになるんではなかろうか。でも発動条件が5ダメージ以下ってことは、それこそチート並みの防御がないと無理じゃない？いや、そうでもないんだっぴ。実はとある2つの仮技によって、それが可能になる可能性が出てきたんだ。テンプレス構文かな？それがこの2つ、混合神と、鉄鋼神だよ。混合神はダメージを4分の1に、鉄鋼神はダメージを8分の1に、それぞれ軽減する効果があって、しかも重複可能なんだ。ここに英雄の守りを重ねたら、いける気がしてきたりしてこなかったりしない？してこなかったりはめっちゃする。実際に見てもらうとわかりやすいかも。大型モンスターの攻撃が当たった時に、キラッと輝いた時が発動の合図で、ダメージ、尻餅、のけぞり、状態異常、その全てを無効化するという恐れるべき効果。ホロロホルルの鱗粉などこのスキルにとっては、もはや向かい風と何ら変わりませんよ。それで間になってるよね。追い風な、でもドボルやアブナさんの攻撃も無効にできるのか。参拝のおごりって呼び名にしては、不思議と使い道があるもんだね。あ、いや、正直混合神だけで普通の狩りは十分なので、まあ使い道があるかと言われたら、天文学的な数値でないわな。じゃとりあえず肩慣らしにしゃがるまがらで試してみましょっか。防御は900ぐらいの装備で、ここに忍耐の弾薬と先ほどのダブル軽減を合わせてみたよ。しゃがるの最強技である恐竜爆破ブレスでもダメージを無効にするとは、これはアマツのダイソンも余裕なんじゃないかな。確かにいけるかも。あ、そういえばこれ無効にできなかったらどうなるの？まあダイソンの場合、混合神の効果で吹っ飛ぶこともできないから、ダッシュも回避も封じられた状態で竜巻が前段フルヒット、まず間違いなく病院送りかな。リスクがリターンの完全上位互換なんだね。まあ否定はできないな。ここまでやって無敵になれるのはせいぜい20秒で、このスキル自体もそんなに軽いスキルじゃない。中途半端に防御を上げただけだと今みたく普通にダメージを受けるし、G級大型モンスの攻撃を5以下にするような防御があるなら、そもそもこのスキルをつける必要ないもん。何が言いたいかって、このスキル効果を最大限発揮させようとすると、結果的にこのスキルはいらなくなるという、なんともまあえぐい運命がある、ってことです。また、無敵モードの構成上、混合神による恩恵がものすごいでかいので、混合神が切れた瞬間に、ガードベルト。こうなります。で、試してみてなんかわかったのか？まあ、いくつか有益な情報が手に入ったね。まず、この企画無理かもしれない。有益とは何だったのか？さっきの臨海ブラキさんの時が、自分の組める限界の防御だったんだけど、全然無効にできてないよね。防御1600でも中途半端ってなると、それこそ防御2000近くないと無理だよ。ブラキの攻撃のどれよりもアマツのダイソンの方がダメージが大きいので、このままだと間違いなくオチオチしちゃうね。じゃあとはマルチで仮ピストに戦率増えてもらうしかないんじゃない？丁重にお断りします。いやもちろんあれよ。俺は誰とも協力する気はない。おままごとならよそでやれみたいな、そんなんじゃないですよ。ただあれじゃないですか。もし誰かとマルチで借りに行って、ダイソンをみんなが逃げ回ってる中、なんだあいつ、あの嵐の中、なんで平然と立っていられるんだ、みたいな展開を作れたら面白いじゃないですか。なるほど、要は一人の力でダイソンを無効にできることを証明したい。それが証明できればこれを知らないハンターを驚かせられるから、ってことか。そそ、前置きが長くなってしまったけどいよいよアマツに使う時が来たみたいだね。では初陣に参りましょうか。てかこれ成功してもチートと間違えられるんじゃない？それは知らん。Ready?Go! まあこうなりますよね。分かってたことではあるけど、G級のアマツに使うのは厳しいものがあるね。そもそも英雄の守りっていうスキル自体、上位で登場したスキルだし。ガードベルト。ここまで防御スキルモリモリにしても、G級の攻撃力インフレについていけてないっていうのが正直あるかな。ちょっと待ってくれ。だからよ。止まるんじゃねえぞ。耐えられないのは予想通りの結果ではあった。つまりすでに対策も取ってあるわけよ。やっぱランスなのがダメなんだよ。やはり自らが仮ピストになるしか、いや防御戦率ないのかよ。そんなガバガバナンスな事前調査が対策か。ものは言いようだな。なんでちょっと嬉しそうなの？笛という手段も無理となると、やはり今のスキルに無駄が多いね。無駄って、それが限界の防御って言ってなかったっけ？いや、実はさっきは検証も兼ねてダイソン落ちをしたんですけど、まず猫か地場いらないみたいです。ネットで調べた時はサイトによって情報がまちまちだったので何とも言えませんが、体力を10以下にしても防御は全く上がらなかったので、少なくとも今作では防御を上げる効果はなくなってます。あと、火事場スキルもタス1とタス2の防御上昇値は一緒だということも分かったよ。これを踏まえて改造に改造を重ねてできた装備が、こちらですよ。火事場をプラス1に下げて、防御スキルを小から中に変えた。
先ほどに比べ防御力が100以上も高くなる上位互換装備です。え、小から中に変えただけでそんな変わるの？そうなんですよ。防御スキルってただ防御をプラスするスキルじゃなくて、小、中、大で追加で防御上段のバフがつくんですよ。さっきの時点で5ダメージまではあと少しだったのを考えれば、この装備で英雄の守りの発動など朝飯前の歯磨きに等しい。というわけであり得るはずがない、ハンターの無敵状態を、今から見せてやるよ。あれ、なんかあれじゃね？朝飯前に歯磨きなんてしないから無理ってことなの？あ、わかった、それ以上は言うんじゃない。だぞ、大丈夫なのか？大丈夫だ、問題ない。ガードベルト、ガードベルト、ガードベルト、よし、打ち込んでやるぜ。お願いします。よっしゃー、やはりマリオの無敵スター状態はモンハンでも再現可能だったんだ。みなぎる、みなぎるぞ。ふっくん、この状態の私を止められるものなどブロックの魔の谷しかない。どっからでもかかってこいやー。というわけで今回は英雄の守りについての動画でした。皆さんもマルチで仲のいい友達と借りに行くときは、ぜひ使ってみてください。きっとすごいアッコだって驚かれること間違いなしです。次回はクシャルダオラのワンパン動画を作りたいなぁと考えております。お暇があったら見ていただけると僕が万死に値します。よかったら見てね。ではでは。